全治郎でございます。さあ、今日のテーマはこちらです。はい。安倍首相が生活厳しい学生らに最大20万円給付っていうことですけども。さあ、これね、いろいろ言われてるんですね。まるで安倍首相が自分のポケットからポケットバネを出したような感じやと。ちょっと待てと。税金やないかいって言って。税金でしょーみたいなね。確かにそうですね。この、NHK でしたね。 NHK のその報道の仕方やと、うー、首相がってことで、すごい首相がもうなんかポケットマネーでね、はい、あんたたちあげますよ、みたいな。はい、20万円ですよ。学生さん頑張ってください、みたいなね。こんな感じで言ってる感じに見えたんですけども、実は野党がね、前からね、学生にこう渡せよって言って、それ実は遅らしてるんですよね。ただ、そんな報道細かいのはなかなか言えないですからね。えー まあでもこれ NHK の書き方に問題があるんですね。NHK さん。なんでそんな書き方するんですか安倍首相がぐずぐずして出し渋ったけどっていうのをこれこう、こういうふうにね、ッコしてそれで入れたらよかったんですかね。でさあ、留学生ですよ。さあこれについても出てましたね。留学生上位3割。 その方に渡すと、しかも成績でっていうことでね、これ、どう思われますかさあ、文科省がですね、いずれ母国に帰る学生が多いからね、日本にいずれ貢献するだろうっていう、だから、上位、まあ3割ですね、えー、それに給付金を渡すっていうことですけども、僕は思ったんですね、え、この文科省自体が、いずれ日本に貢献するんですかね これ不思議ですよね。でですよ。いや、貢献するならですよ。ね、いずれ。全員に渡した方が良くないですかだって3割だけで7割はもらえないわけですよね。憎しみを持ちますよね。いずれ違う意味で貢献どころか憎しみ持たれるっていうのも良くないですよね。これ不思議ですね。でもその後書かれてありましたね。それは各大学がそれぞれ 判断をしてそうじゃない場合でも上げてくださいっていう。どないやね。だったら上げろよと思ったんですね。でもこの3割っていうのね、成績でっていうの、これもまた嫌なこの出し方ですよね。だったらですよ、国会議員がですよ、テストで上位3割だけ給料上げますと。またこれにプラスクオカードかなんかで、ね、しかも申告にはマイナンバーで、<laughs> しかもオンライン制で振り込みは8月みたいなね。 そんなこと言われたら嫌ですよね。だから政府は因果応報って言葉知ってるんですかね。やっぱりいいことやったらいいことが返ってくるっていうね。でも本当思いますよね。文科省自体が将来日本に歓迎するような役所なんかなと思ってね。あ、これ見てある方、もしよかったらこうチャンネル登録お願いいたします。